はい、どうもいつも動画をご覧いただきありがとうございます。以前動画で共有したバイナンスが発行する無料の NFT BAB トークンの保有者のみ入手可能な激レア NFT があるのをご存知ですか？今回は BAB トークン保有者限定で入手可能なトークンと激レア NFT の入手方法を解説していきます。これらは新規プロジェクトに関連するものとなりますので、今後大きな先行者利益を生み出す可能性が考えられます。簡単に入手可能で今後化けるかもしれない NFT を仕込みたい、そんなあなたはこの動画必ず最後までご覧ください。このチャンネルでは鮮度抜群の仮想通貨に関する最新情報、そして利益に直結するような情報を発信しています。例を挙げると、直近300倍の価格上昇を達成したフェイム MMA をはじめ、エイプコイン NXD、 あとはステップアップなど大きな価格上昇を達成したような銘柄を紹介してきました。情報の鮮度が非常に重要な仮想通貨市場は、一つの情報を見逃しただけで大きな機会損失へとつながってしまうなんてことがザラにあります。なので、仮想通貨で利益を上げて自由な生活を手に入れたいと思っているあなたは、このチャンネルのチャンネル登録を必ず忘れずにお願いいたします。また、僕の公式 LINE では YouTube では公開しないような実践的な情報、またあまり公には出したくないインサイダー級の仮想通貨情報も限定で発信しています。このチャンネルで共有していったフェイム MMA をはじめとして、エイプコイン NXT などを通して、実際に僕の公式 LINE で購入方法や買い時などサポートしていった結果、一撃で200万円以上の利益を獲得できたといったユーザーの方もいらっしゃいます。すこぶる貴重な情報を手に入れて爆益を狙いたいというあなたは、この動画の概要欄から僕の公式 LINE の追加必ず忘れずにお願いいたします。それでは本編の方入ります。ではこちら、今回の動画の内容となります。まず BAB トークンとは何かというところですね。こちら BAB トークンの特徴や受け取るメリットなどについて軽くお話ししていきます。そして次、本題の BAB トークンと NFT の受け取り方法ですね。こちらですね、初心者の方でも受け取れるようにゼロから解説していきますので、ぜひですね、まだ受け取っていない方はこちら動画ですね、ぜひ見ていただきながら受け取ってみてください。ではまずですね、初めに BAB トークンとは何かというところをお話ししていきます。 BAB トークンというのがですね、こちらの金のメダルのような形の NFT となるんですが、こちら正式名称がですね、バイナンスアカウントバウンドという名前のですね、トークンという名目の NFT となります。このですね、 BAB トークン発行されてユーザーに保有させるですね、目的というのがあります。それが何かというと、バイナンスユーザーの本人確認の証明書のような役割を果たすためとなります。なので、こちらバイナンスのアプリとご自身のメタマスクを紐付けて BAB トークン受け取る必要があるんですが、メタマスクとバイナンスがですね、 BAB トークンによって紐付いて、バイナンスのアカウントとメタマスクのウォレットが紐付いて、どのバイナンスユーザーがどのメタマスクのウォレットを使っているかということをですね、証明する役割を果たします。で、そんな BAB トークンの特徴なんですが、他人への譲渡がまずできません。なので、売却などで利益を上げていくということはですね、現状この BAB トークンは不可能となります。で、次に KYC 済みのバイナンスユーザー1人につき1つしか発行されません。なので、1つのバイナンスのアカウントで複数のこの BAB トークンを発行するということはできません。ただですね、この BAB トークンを取り消して別のメタマスクのウォレットと紐付けて新たな BAB トークンをもう一度受け取るということは可能となりますので、こちらはですね、柔軟に対応することが可能です。そんな BAB トークン受け取るメリットなんですが、 BAB 保有者へのまずエアドロップに参加することが可能となります。さらにですね、 BAB コミュニティへの早期アクセス権とプロジェクトの参加権というものを受け取ることができます。エアドロップもですね、まあ、直接的に恩恵はあるんですが、個人的にはですね、この2つ目の早期アクセス権とこのプロジェクトの参加権というのが非常に大きいメリットなんじゃないかなと感じています。これによってですね、まだ先行者利益が発生していない新興プロジェクトにいち早く参入していくというですね、権利を受け取れて、よりですね、今後出てくるプロジェクトの先行者利益を獲得しやすい状況へと持っていくことが可能です。ぜひですね、この BAB トークン保有者限定のですね、こういった新規プロジェクトなどへの早期アクセスなどはですね、ぜひ日々情報を受け取っていただいて、積極的に参加していっていただきたいです。そんな BAB トークンと NFT の受け取り方法ですね、こちらですね、初心者でも受け取れるようにゼロからきっちりと解説しているので、仮想通貨全然わからないというあなたもぜひご安心ください。そんな今回のですね、 BAB トークン保有者限定の激レア NFT などの受け取りをですね、実際に行っていくサイトのリンクなんですが、この動画の概要
要欄からですね、限定 NFT 受け取りはこちらと書いてある URL を貼っておきますので、そちらからですね、進んでお受け取りください。この BAB トークン自体まだ受け取っていないよというあなたもですね、この動画の概要欄の関連動画に BAB トークンの受け取り方に関する動画を貼っておきますので、まだ BAB トークン受け取っていないよというあなたですね、ぜひそちらの動画をご覧いただいて、まずは BAB トークンの方を受け取ってみてください。そしてですね、動画の概要欄からですね、この激レア NFT を受け取れるサイトにアクセスしてからのですね、実際受け取るまでの流れを解説していきます。まずこのサイトにアクセスしましたら、画面のですね、右上にある黒いボタン、コネクトウォレットと書いてある、こちらを押して、ご自身のメタマスクにまず接続をしていってください。コネクトウォレットを押すとですね、こういった画面が出てきます。そこからですね、メタマスク使われている方の場合はメタマスクを、バイナンスウォレットを使用していく場合はですね、こちら、ウォレットコネクトと書いてある、こちら選択していってください。まずはですね、メタマスクの場合で解説していきます。まずこちら、先ほどの画面でメタマスク選択していただくとですね、こういったメタマスクの確認画面が出てきます。そしてメタマスクを接続できたらですね、こちら、クライムと書いてあるボタンがですね、押せるように青色になります。青色になったらですね、こちら、このボタンを押して進んでいってください。そうするとですね、メタマスクのこういった確認画面が出てきますので、このまま確認を押して進んでいってください。で、ちなみに今回ですね、こちら、NFT もですね、同様の方法で、この青いボタンを押せるようになったらですね、押していってください。そうするとですね、メタマスクの確認画面が出てきます。なので、こちら、青いボタンの確認を押して進んでいってください。1点注意点がありまして、ほんの少量の BNB が必要となってきます。必要な量としてはですね、0.0005BNB ほどあれば問題ありません。日本円で約ですね、数十円ほどくらいとなってきます。BNB の方用意できたらですね、こちら確認を押して進んでいってください。そうするとですね、こちら、BEAN というまず、エアドロップ行われているですね、仮想通貨を獲得することが可能です。こちらですね、そのまま先ほどの確認を押して進んでいけばですね、本来であれば自動的にメタマスクの方にこの BEAN というトークン入ってくるんですが、もしですね、この BEAN 表示されていなかった場合は、手動でインポートを行っていってください。方法に関しましては、まずメタマスクのですね、トークンをインポートというところあるので、こちらを押していきます。そうするとですね、コントラクトアドレス入れていく場所がありますので、こちらにですね、コントラクトアドレスを入力していってください。コントラクトアドレスはですね、こちらになります。YouTube の概要欄にコントラクトアドレス記載しても、YouTube の使用上コピーができないので、もしですね、このコントラクトアドレス知りたいよという方はですね、この動画の概要欄から僕の公式 LINE 追加いただいて、そちらからですね、BEAN のコントラクトアドレス教えてくださいと、一言メッセージをお送りください。で、次にですね、限定の NFT の受け取り方法について解説していきます。今回の NFT、なんとですね、服、ズボン、靴のですね、3種類の NFT を一気に受け取ることが可能となります。手順としましては、まず一つ目ですね、先ほどのトークンの受け取り進んでいったですね、下の方に NFT の受け取りの場所もありますので、この B の下のですね、こちら、スタートという青いボタンを押して、まず進んでいってください。そうするとですね、こちら、ミントというボタン出てきますので、こちら押して進んでいってください。そうするとですね、同様にメタマスクの確認画面が出てきますので、確認を押して完了していきます。こちらもですね、同様に注意点としましては、こちらもですね、微量の BNB が必要となってきます。こちら、数量としてはですね、0.004BNB ほどあれば問題ないかなといったところですね。金額としてはですね、大体100円から200円くらいの金額となってきますので、B のですね、受け取りと合わせて、まあ、300円ほどあれば問題ないかなと思います。それくらいの金額になる BNB、まずはですね、メタマスクにご用意ください。で、先ほどのですね、メタマスクの確認画面を押して進んだらですね、ランダムで3種類 NFT が届きます。で、こちら確認できたらですね、チェック NFT を押して進んでいってください。で、そして、マイコレクション選択していただいて、ここからカテゴリーを押していただくとですね、獲得した NFT を確認することが可能です。以上で、今回、BAB トークン保有者限定のトークンのエアドロップと限定 NFT の受け取り方法はですね、以上となります。それでは今回は、BAB トークン保有者なら誰でも受け取れる、激レア限定 NFT の受け取り方法について解説していきました。もしですね、今回の受け取り手順について何かわからない点などあれば、この動画の概要欄から僕の公式 LINE を追加いただいて、気軽にご質問ください。またこのチャンネルでは引き続き、こういったですね、誰でも受け取れる期待値の高い NFT、あとですね、エアドロップの情報だったり、仮想通貨の有益な情報を日々発信していきます。なので仮想通貨で大きな利益を上げていきたいと考えているあなたは、今のうちにこのチャンネルのチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。直近、このチャンネルでも動画などで共有しているインフィニティエンジェルというプレイトゥワンの銘柄となります。で、こちらですね、上場後25倍を達成したステップウォッチの運営が携わっていたりですね、あとはこちら、世界トップ10に位置するホビグローバルですね、現状はですね、世界の取引所ランキングで第9位に位置している非常に強力な取引所への上場が決定している、などの点からですね、今非常に期待が高まっています。で、そんなですね、インフィニティエンジェルのトークンである
ING トークンのですね、プレセールが今まさに開催されている状況にあります。で、すでにですね、第1ラウンドは直近9月20日から9月21日で終了してしまったんですが、今ですね、本日動画を出しているのが9月23日なんですが、本日9月23日の15時から9月27日の23時までこちら、プレセールのですね、第2ラウンドが開催されていきます。で、今回プレセール第2ラウンドはですね、1ING あたり価格が 0.016 ドル、日本円で約2円と少しくらいの金額になってきます。で、そして総販売枠がですね、第1ラウンドの3倍に増え、150万ドル、日本円で約2億円以上ほどですね、それくらいとなってきます。そして最低購入金額がですね、こちらは1ラウンドと同様800ドルとなります。こちら日本円で約11万4千円ほどとなってきます。で、そして今回ですね、第2ラウンド大きな特徴として、実際ですね、プレイトワンでですね、仮想通貨を稼いでいく際に、ゲームをサポートしてくれるキャラクターの、サポートキャラみたいな存在のですね、ミニオンというキャラクターの NFT、こちらがですね、購入した方に無料でついてきます。で、このミニオンの NFT なんですが、レア度がですね、5段階ありまして、この、今回ですね、獲得できる NFT は3段階目、結構ですね、レア度が高い NFT となっています。で、このミニオン NFT はですね、レア度上がれば上がるほど、稼げる効率がぐっと上がっていきます。なので、レア度の高い NFT をですね、初期投資なしで獲得できるチャンスは、現状ですね、今回のみとなってきます。なので、今後ですね、インフィニティエンジェルリリースしてきた際に、プレイトゥワンでですね、がっつり稼いでいきたいよと思っているあなたはですね、ぜひ、このミニオン NFT 獲得して、今後活用していっていただければと思います。で、現状ですね、このラウンド2は、ラウンド1より、総販売枠が増えてはいるんですが、第1ラウンドで購入できなかった方がですね、多く参入してきています。なので、こちらもですね、枠すぐ埋まってしまう可能性が高いです。なので、個人的にはですね、少しでも迷っているのであれば、こちらプレセール参加してみるのは非常にありなんじゃないかなと、個人的には考えます。なので、今回のですね、このインフィニティエンジェルのプレセール参加していって、上場後25倍以上の先行者利益を確実に狙っていきたいと思っているあなたはですね、この動画の概要欄から僕の公式 LINE 追加いただいてですね、そちらから気軽にご連絡ください。もし購入方法などわからない点あればですね、同様に僕の公式 LINE の方で気軽にご質問していただければお答えしていきます。で、僕の公式 LINE にご連絡いただいた方に関してはですね、上場後最後までしっかりとサポートしていきますので、ご安心ください。で、またインフィニティエンジェルに関してでですね、詳しく解説した動画をこの動画の概要欄、関連動画という項目に記載してありますので、そちらもですね、ぜひご覧になってみてください。で、最後になりますが、もしこの動画役に立ったと思っていただけたらですね、ぜひこの動画の高評価、そしてコメントの方もよろしくお願いいたします。それでは今回の動画はこちらで以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。